純です。2024年6月6日、午後です。今日はトレイルランニングの練習です。こんな格好です。ちょっと小雨がパラついてきましたけど大丈夫かな。よっ、鼻風邪をひいてしまってちょっと病み上がりなんですけどね。あ、鍵閉まってるかな。よし、ロックして OK、 行きます。鳥が鳴いてる。気温は15度以下だと思うんですけど、ちょっと大山だけ雲がかかってて、来るときは晴れてたんですけどね。さあどんな感じでしょうか。こんにちは。曇りの日にバンビ。あ、でっけえな結構。鹿、鹿。ケツが白い。あ、小鹿。ということはあれは親父か。50分もかかってる。結構登りが続いて山頂まで登り一本なんですけど、これどうしても膝をちょっと上げるのがこれ疲れてくるんですけど、ちょっとこうねじる、進行方向に対してねじる、そして前に進む。ちょっとねじって前に進む。横の動きがこう、横の動きを
なんか前に伝えていく、そんな感じで、結構あの尾低骨の方に意識が入っていきますね。こう横に揺れる。うわ、何も見えない。今日はガスです。ちょっと痰が絡む感じになって1週間ぐらい、肺の機能がちょっと制限されてますね、これは。下り行きますけど、上りは1時間14分かかってますね。こういう霧の時はあれ、獣が出るんですね。鹿。下りもなんか出るかな。鳥の鳴き声みたいな、なんかきしみ音。うわ、ちょっと濡れてるよ。さあ下り。うわ、ひげ剃ってねえや。ひげを剃ってきてね。
終了しました。9.96キロ、獲得標高これ1012メートル、2時間13分でした。今日鳥ちゃん、クロツグミがいましたね。キョ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 。それでどうでしょう、新車ニューバイクを導入しました。ホンダ PCX 2024年式です。色はこれパールホワイトなんですけど、さあぐるっと見ていきますけどね、こんな感じです。 R スペースさんの、ロングスクリーンとスライドキャリア、これは便利なんですよ。これは便利ですよ。このようにスライドします。でこの状態では走行できないんですけど、ここまで下げると何が起きるかというと、ですね、このようにシートユーティリティが使えます。で一応ここの前までやればロックされて、で後ろタイヤの軸上にまあ積載荷重が来るという、これが操縦安定性にあまり影響を与えないレイアウト、荷物の積み方法なので、安全性がすごい高いです。トップケースつけちゃうと、この辺の位置がこの辺の位置がトップケースの位置になっちゃいますよね。だからハイマウントのここの 上にこれ取り付け金具をつけますから、この位置に重さがある後ろタイヤの軸よりも遠いところ、だから単純にテコの原理でグラッグラッとタイヤ車の前後方向に揺れちゃいますよね。でスクーターがあれ、そうすると前のタイヤが軽くなっちゃってふわふわしちゃうんです。このようにすることによってそれが防げるんですよ。それとものすごく大きな荷物詰めます。法律で決まっている飛び出し量まで目いっぱい積むこともできる。ここからまあ30センチですかね、30センチだっけ、左右で15センチ15センチのここの後ろは15センチだったっけな、まあ、はみ出た状態で取り付けられますと。そうすると相当この大きな荷物も一応積載可能です。さあホンダ PCX なんですけど、ちょっといろいろ説明する前にびちゃびちゃなんでお気がします。じゃあエンジンかけます。カメムシ、カメムシちゃんがいる。PCX は 125cc です。小型二輪の免許で乗るオートバイです。それで
私いろいろオートバイ乗りましたけど、いや PCX やばいですね。これはこれ今下り坂なんですけど、何がやばいって、この動力性能はまあ 125cc なんであれなんですけど、この安定感半端ないですね。普通にこうブレーキが意のままに操作できて、でフロントブレーキがあのアンチロックブレーキ ABS ついてますので、スリップを検知したらあの動作します。後ろのブレーキはあれ ABS ついてないんですけど、このようにシューッとで、あのスクーターなんですけど、車体をホールドするときに足で踏ん張ってホールドするんですけど、めっちゃそれがやりやすくて、このシートとお尻が摩擦でキュッとこう食いつくんで全然滑んないんですよ。だからつんのめったりもないですよ。つんのめったり落っこちそうになったりもなくていいですよね。あ、トリッピー、でかい鳥がいた。雨降り山。音も静かですよね。音も静かで、まあ、今単にあのこの惰性で下ってるだけなんですけど、このスクリーンの中にいるので風切り音も少ないかな。まあ、さすがに風を切る音はするか。このように大山からの下り、自転車みたいに颯爽と下れますよ。まあ大きいバイク乗っててセカンドでスクーター買う人は、まあこの PCX よりいいバイクあるのかな、ないんじゃないかな。もうちょっと大人のライダーもこのバイク乗っちゃったら、もう普段の足はこれになっちゃいますよ。めっちゃいいですよこれ。めちゃめちゃいい。タイヤのグリップも良くて、あの横滑りしそうになったらあのトルクを制限するようなトラクションコントロールの機能もついてますけど、まあ、そういう雨の日だとかの緊急の操作はまあ別としても、普段のこのハンドリング、この左に右にはすごく調子いいですね。このハンドリングに近いスポーツバイク結構いっぱいあるんじゃないかなと思うぐらい理想のハンドリングというか、まあスクーターなんで後ろは重たいですけど、まあ、その分このドライビングポジションがこの良くて、ドラポジがいいので、後ろのスイングユニットの大きな動きはまあ気にならないかと言われたらまあ気になるんですけど、そういう乗り物の中ではかなりいい動きですよね。いや食わず嫌いでしたよね。食わず嫌い。スクーターもっと早く乗っとけばよかった。食わず嫌いですよ。いや本当いいよこれ。
ほんといい。アジサイ、アジサイの時期ですね。アジサイがいっぱい。で、PCX はこのアイドリングストップついてますんで、お花。お花とちょっとサイドスタンドを立てて、車来てないかな、大丈夫。お花と PCX、 スタイリッシュでめっちゃかっこいいですよね。まあホンダのスクーターで一番売れてるっていうか、まあ売れに売れまくっている車種なんで、もう有名ですけどね。ちょっと今スタンドかけちゃったんで、またエンジンかけましたけど、いや今日黒つぐみ見れてよかったな。あのおもちゃみたいな鳥っき可愛いんだよな、黒つぐみ。ちょっと大きいんだよな、黒つぐみって。ちょっと今日このスクリーンがカチャカチャ言うようになってきちゃって、もしかしたら緩んでるかもしれない。後でチェックしますけど。なんかいる？今日登ったのはあの大山ですけど、雲の中でしたね。めっちゃいいですよこれ。エンジンはあれはあの 125cc の中ではパワーがあるエンジンですよ。あの何台もモデルチェンジしていく中でエンジンパワーも上がってったらしいんですけど、スピードが出るとかそういう感じじゃなくて、なんていうかな、この颯爽と進むっていうかね、この感じはいいですよね。エンジン音は結構大きいですよ。エンジン音はあの、まあ、今時の排気ガスの、まあ、ユーロ5だっけ、それに適応させるために厳しい条件あると思うんで、まあ、環境性能を重視すると排気騒音は今はこういう感じに収まるのかなと。開けると結構しますよね。いい音してますよね。もう今時のオートバイは音大きいです。あの純正マフラーでも音大きい。音っていうか騒がしいなと思ったら止まればいいんだと思うんですけど、止まれば何も音しないですからね。田んぼ、
んなして、こんなして。エンジンは水冷4ストローク4バルブエンジンですね。カムシャフト1本でやってると思うんですけど、4つのバルブをカムシャフト1本で動かしてると思うんですけど、スクーターやっぱりあの回転馬力っていうか結構回転数高いですからね、4バルブでいいのかもしれませんね。燃費はこれリッター45ぐらいになってましたけど、いやこの造形美半端ないですよ。フロントは片押しの2ポット油圧のディスクブレーキですね。十分ですよ、めちゃめちゃ効きますよ。で後ろもこれは、あ、後ろは片押しのワンポットですけど、径が大きい。整備するときもこれ外せば、こう、パッド変えたり、いろいろできますからね。マフラー結構大きいですよね、やっぱり。あの、排気の音も大きいですね。で、サスペンションが2つついていて、インナーロッドが目隠しで見えなくなってるんで、多分サビ対策っていうか、これがむき出しだと、やっぱサビちゃうからかな。中のロッドは見えませんね、これ。カバーしてあります。それで、プリロード調節の機能とかはない、単純な機構のものです。結構硬いですけど、積載すると、まあちょっとしっくりきますね。今日水を14キロ分 ?14 キロあったかな?まあ結構重たくて大変なのはあったんですけど、それでもまあまあ動いてましたけどね。動いてましたけど。で、シートこの、滑り止めが結構効いてて、でこのステップとシートで、まあ足を挟むようにグリップするとバイクの安定感すごく出せますよ。で後ろタンデムですね。でバイクをしっかりホールドできるとブレーキを思いっきりかけれるんですよね。オートバイちゃんと知らない人はそういうブレーキのかける仕組みとかよく分かってないんで、意外とスクーターで事故を起こす人フロント周り大破してますよね。スピード出しすぎなんですけど、スピード出しすぎちゃうし、ブレーキのかけ方もよく分かってなくて、これ股でがっちり挟むんですよ。パンク、ニーグリップって言わないですけどね、ステップホールドなんて言えばいいんでしょうかね。フロントはタイヤは14インチで、まあなんかもうどっしりしてるんで、12インチのタイヤよりはちょっと小型バイクっていう雰囲気じゃないですね。後ろは13インチなんですけど、こんな感じで、太い感じになってます。130になって、エアボリュームが増えて乗り心地がちょっと良くなっているみたいですね。まあ、仙台モデルかな。130、70、13インチで、タイヤは IRC なんですね。ミシュランを履いているモデルも年式というか
あったように思ったんですけど、IRC なんですね。ミシュランがいいなと思ったんですけどね。こんな感じですよ。ヘッドライト4灯式、4灯？あ、3灯式か。で、ポジションが2灯か。2灯のポジションと、2灯のロービームと、で、真ん中がハイビームですね。LED です。スタイリッシュな感じですね。というわけで終わります。